おはようございます。今日は4月7日朝5時21分の相場解説になりますけども、まあ、今日もねご覧いただきましてありがとうございます。かなり相場見えるようになってきたんじゃないですか。もうわからない方はね特に離脱してますから、まあ儲けることはできないですよね。離脱しちゃうと、わからなければわかるまでやる、できなければできるまでやる。わからないから途中でやめてわかることはありませんし、できないからといって途中でやめてできるようになることはありませんからね。まあ、その辺も込みで今日もお届けしていきましょう。まずはこちらです。はい。おはようございます。4月6日、18時に時間を遡っていきますけども、昨日ね、ボックス相場が2つ見えてきたというお話をちょびっとしましたけども、昨日の18時の時点で、このように2つの箱が黄色で書けるようになったと思います。これをよく覚えてください。そしてですね、こちらの方で、レンジからのブラックアウト、ブレイクアウトが可能になるわけですよね。できるようになることはあります。で、新しいボックスに到達して、さあ、新しい箱、123円の505から124円の045。このあたりで、また新しいレンジを見ていくってことになります。ちなみにこのレンジ幅、40ぐらいありますんで、ちょっとレンジ内でのね、エントリーっていうのは難しいかと思います。まあ、ですんで、改めてまたブレイクアウト狙いになるかなというところですね。そしてですね、では4月6日18時の、この1時間軸から今度4時間軸に移って、いつもとは逆に時間を遡ります。で、新しい、はい、4時間なんですけども、こういうふうにね黒で補助線を引きました。もう一方的な右肩上がり で一旦ですねこちらの方で変わり目が来たんですけども、変わり目が来た後でヘッド&ショルダーになって下に落ちるんではなくて、変わり目で新たに新しい継続した上昇トレンドを見ることができます。で、点々と書いてあるのは、今後このように動けば、この125円を目印にブレイクアウトがさらにできるってことなんですよね。こういうふうにね、さあそれで1日足を見ていきますよ。昨日の18時での1日足です。一旦ですね、こちらの方で、こういうふうにね、1日足で見ると、ここに N 字が、展開されることが予想できるんですよ。ヘッド&ショルダーから NG です。変わり目で、ですんで、新しい継続した変わり目というのは、新しい上昇局面に入るということなんですよ。変わり目っていうのは通常ね、上に行ったのが下に行くから変わり目。その変わり目で見れるのが、例えばですけども、今回は高値圏でのヘッド&ショルダーだったんですけども、高値圏でのヘッド&ショルダーが成り立たずに、N を書いて上昇していくというふうに見えるんですね。そうすると、ここを超えて、125円を超えていくときに、例のあのヒゲですよ。ヒゲで急速に下の方に巻き戻されましたけども、ここを突破したら、N 字が完成して、130円に向かう上昇トレンドが発生するということになります。さあ、そして、現在の1時間、これを見てみましょう。はい、思い出しました。ボックスが2つあって、前回はここのブレイクアウトを取りました。次なんですけども、ほら、レンジになってるでしょ。で、この上下に大きなヒゲを出した実体のちっちゃい陰線がありますけども、これは訳が分かりません。これはね、圧倒的に大きな金額が流れ込んで、あっという間に決済されちゃうっていうのが上下で起きたんですよね。これは超イレギュラーですね。何か大きな事件が、ファンダメンタルがあったのかもしれません。ファンダメンタルはこの際無視しますんで、次にエントリーを持つところはブレイクアウトで戦略的には変わりません。ここのブレイクアウトで、ほとんどの場合がこれ上昇しますんで、ちょっと変なのが出ちゃった。上昇しますんで、上下に上昇に向けたブレイクアウトを用意しておけばいいってことになります。こういう風に行くのを待っておきましょうね。これはね、前回125円を突破したところが、ありましたんで、まあブレイクアウトしたからといってね、いきなりどんどん伸び始めるっていうことはありませんけども、ファンダメンタルがあったのかもしれません。そうですね、目安としては124円の180、ここを突破したら、倍で入る。ちょっとロットを落としてね、倍で入って、そして前回の125円のヒゲ、これを突破したら本格的なポジションを持てばいいんじゃないかなと思います。それが今回の戦略です。こういうふうにいくのを、今回、明確に分かったでしょ、また。前回125円を突破した方が、あ、なるほどね。っていう風にして、準備ができれば、ブレイクアウトを2段階で取っていくことができるんですよ。どんな2段階というと、まずは、レンジ、黄色いので箱を書きましたけども、ここを抜けて124円の180を超えたら、ロットを落として、軽くエントリーです。そして、前回のヒゲを越したら、具体的に言うと、125円を
突破して124円に向かい出したら、126円に向かい出したら、大きめのロットを入れてエントリーですよ。はい、この2段構えでいきましょう。ロスカット設定を忘れずに、それではいってみましょう。なるほどねっていう風にして準備ができればブレイクアウトを2段階で取っていくことができるんですよ。どんな2段階というと、まずはあのレンジ黄色いので箱を書きましたけども、ここを抜けて124円の180を超えたらロットを落として軽くエントリーです。そして前回のヒゲを越したら、具体的に言うと125円を突破して126円に向かい出したら、126円に向かい出したら大きめのロットを入れてエントリーですよ。この2段構えでいきましょう。ロスカット設定は忘れずに、それでは行ってみましょう。